Who dares to enter the mayhem? Male White Bat.世界を震撼させた事件解決から数日、第二連をレオ・ホワイトファングは息をつくのもなく事後対応に追われていた。というわけだ。そこから先は極めて高いセキュリティで守られている。我々ではこれ以上の調査は難しい。すまんが、ジャパニーズコロニーの件は改めてそちらで調査をお願いしたい。わかりました。しかし、自国の機密情報をバーノン大統領から報告されるとは、どうにも複雑な心境です。こんな事態だ。情報内容は各国で共有しないとな。それに君の話によれば、ジャスティスはまだ敵の手にある。つまり事件はまだ続く。 元老院の既得権益が及んだ場所は調査を徹底すべきだろう。そうですね。フィンランドの観測所からも妙な報告が届いていますし、こうなると些細な異変も侮れません。まったく、枕を高くして眠れる日が恋しいな。調査は我々が引き継ぎます。結果は包み隠さず報告いたしますので、ひとときでも体を休めてください。 ありがとう。さて、Leo versus Replicon. Get ready to rock。重いフェミには置いて、軽いフェミにも置いて。 Heaven or hell, duel one. Let's rock. が捨てないものがいることは、君はこの敗北から何かを得たのか。急がせてもらうよ。
Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock.説明は不要だ。すでに辞書には記してある。何々？なるほど。なかなかに深い歴史があるようだが、長すぎ。俺の名前で上書きしよう。
heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Rock. こんな小僧がどうやってこれほどの力を得たのだ。
元元老院のリーダー滞在人クロノスと無免許の闇医者のように見えるが、はい、これは夢です。そうか、これは夢か。他人の夢に長居するのもなんですので、我々はこれにて失礼します。ごきげんよう。いや待て、そうはいくか。俺の目の前を犯罪者が素通りするなんて、たとえ夢であってもまかりならん。そうだな。はい、そうであります。仕方ありませんね。ここでクロノスさんが捕まるとややこしいことになる。 Heaven or Hell Duel 1-1 Let's Rock。 発生しましたね。これは報告書をまとめるのが大変そうだな。軍曹、今の件は当初の目的とは関係がない。報告書への記載義務はない。そうだな。いやそういうわけにはまりませんよ。だよな。しかしクロノスが生きていたとは、しかもこの場所、バーノン大統領の懸念も真実味を帯びてきた。よし、先を急ぐぞ。レアリー vs ジョニー、ゲットインツーロック。あ、お前たちはなんと間の悪い。まったくだ。あ、レオ様、やつはジェリーフィッシュ海賊団の頭領ですよ。この太平の世を乱す海賊ども、ここであったが100年目だ。観念してお縄につけ。訳あり子、部下の面前でなければ見逃してもいいが、報告書の手前そうもいかん。
いや、しかし、なんであんたがここにいる？コロニーの異変に関係があるのか？異変？何か知ってるのか？ならば話が早い。同行させてやるから捕まったふりをしろ。しょうがないな。こいつは一つ貸しだぜ。Heaven or Hell. Duel. Let's rock. Reality Countdown. ことを狙うもんじゃない。レア、ルーゼン。月を生かせない奴は自分がついていることに気づかないから勝てないのさ。自信過剰な奴は大概このタイプだ。コンティニュー。レア、レア、versus ジョニー。Get ready to rock.
そこまで。これ以上場の気を乱すのはやめんか。なんだ貴様。申し遅れた連王殿、それがしはクム家の五代目当主ヘヒョンと申す者。コロニーに異変ありとの報を受け見聞に参った次第。クム家、あの調律師の家の者か。これは失礼した。いや、こちらこそぶしつけに申し訳ない。しかし今は下級の事態、抗議の重きもありましょうが静粛に願いたい。クム家当主の頼みとあっては是非もない。しかしどういうことだ。我々は事件の痕跡を調査しに来たのだが、皆口を揃えて異変と語る。さまつごとでは動かん調律師が居合わせているということは、何か深刻な事態が起きているのか。連合国にも把握してもらった方が良いだろう。しかしどうも釈然としない内容。釈然としない？そうだな。コロニーの住人を海と例えたとしよう。今彼らに起きている異変とは、その大海に小石を投げ込んだ程度の変化だ。それだけか。そうだ。しかしこの小石、どこぞの宇宙人が何らかの意図を持って投げ込んだと言われたら何とする。もう、それは何とも拭いきれない、そこはかとないふんわりとした不安。そういうことだ。何かしらの異変が起きていることは確かだが、現状では情報が足りん。それがしは引き続き調査と分析を行う。結果次第では帰国にも助力を願いたいのだが。一体何が起きているというのだ。